縦と横の長さの比の値が黄金比の近似値1 1 6 1 8である長方形。幾何学的には互いに合同な直角二等辺三角形の配置と直線の描画により、コンパスを使用せずとも黄金長方形を描くことができる。黄金比は1152ディスプラスタイル1フラック 1SQRT52 の比である近似値は1 1.618、約5、8もしくは8時13分。線分を A、B の長さで2つに分割するときに、A、B イコール B が成り立つように分割したときの日、A、B のことであり、最も美しい日とされる、貴金属比の一つ、黄金比において15に、ディスプラスタイル、フラック、1、SQRT、5には、二次方程式、X に、 x-1 イコール0の正の解であり、これを黄金数という、しばしば、ギリシア文字のファイで表されるが、タウを用いる場合もある。イコール1 5にイコール1.6180339887、ディスプラスタイル、ファイイコール、フラック、1、sqrt、5、2イコール1.6180339887、ルドッツ黄金数には、次のような性質がある。 2イコール1イコール2.6180339887ディスプラスタイルファイハット2イコール5プラス1イコール2.6180339887ルドッツ1イコールマイナス1イコール0.6180339887ディスプラスタイル1ファイイコールファイマイナス1イコール0.6180339887ルドッツ黄金比は中末比や 外中比とも呼ばれる A、B イコール B が成り立つとき A を真っ向、B を中高という黄金長方形の黄金分割。黄金長方形から短辺を一辺とする正方形を取り除くと残る部分はまた黄金長方形となる。これを繰り返すと黄金長方形は無限個の正方形で埋め尽くされる。黄金長方形においては長辺と短辺の比が短辺と 長辺と短辺の差の比と等しくなっている。黄金長方形の長辺及び長辺と短辺の差のそれぞれと同じ長さの辺を持つ長方形の面積は、同一の黄金長方形の短辺と同じ長さの辺を持つ正方形の面積と等しい。幅と高さが1と5の黄金長方形について、その幅、高さ、対角線で構成される直角三角形を用い、 ファイトの積が1となり、また、対角線と同じ長さの辺を持つ、正方形の面積がファイト5の積となることを、表した図。黄金長方形については、長辺、短辺イコール短辺、イコール、長辺が成り立つ、1、ファイ、ファイ2、ファイ3、ファイ4、ファイ5の等比数列の3番目以降の項がそれぞれ直前の2項の和となる性質を、幾何学的に表した図。青、 緑、黄、赤の直線について、同色のものは互いに平行となっている。マイナス1 5に、1イコール1、1 5 2イコール1 5 2 3 5 2ディスプラスタイル、マイナス1、SQRT、5オーバーに、1イコール1、1、SQRT、5オーバーにイコール、1、SQRT、5オーバーに、3、SQRT、5オーバーに常識を、小数の近似値で表示すると、 0.618、11、1.618、1.618、2.618となる。黄金数は次のような、美しい連分数表示を持つ。イコール11111111イコール、11、11、1ディスプラスタイル。ファイイコール1、クフラック、1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 、ダダッツイコール、 一一一一一、ルドッツ次のような表示も持つ。マイナス一イコール、零一一一、イコール零一一一一一。ディスプラスタイルファイハット、マイナス一イコール、零一一一。ルドッツイコールレイクフラック、一一。クフラック、一一。クフラック、一一。だだつマイナス一イコールマイナス一。 イコールマイナス15にイコール0.6180339887ディスプラスタイルファイハットマイナス1イコールファイマイナス1イコールフラックマイナス 1SQRT5 二イコール0.6180339887ルトツイコール111ディスプラスタイルファイイイコール SQRT1SQRT1SQRT 1sqrd, 1sqrd, ルドッツイコール 138n イコール0 n 4ディスプ l a スタイル、ファイイコールフラック138スぶ n イコール0インフティ、フラック n4 三角関数を使うと次のように表すことができるイコール2コサイ π 5イ,イコール2コサイン3 6ディスプ l a スタイルファイイコール2コサイン。 π イオーバー5イコール2個サイン3 6セルクイコール2審3パイ10イコール2審54ディスプラスタイルファイイコール2審3 π イオーバー10イコール2審5 4セルクイコールマイナス2審ディスプラスタイルファイイコールマイナス2審イコール12審パイ10イコール12審18ディスプラスタイルファイコール1プラス2審パイオーバー10イコール1プラス2審18 セルックイコール1にサイン2 π 5イコール1にイン七7 2ディスプラスタイルファイイコール1プラスコサイン、2 π 5イコール1プラスサイン七7 2セルックイコール1に cscπ10 イコール1に csc18 ディスプラスタイルファイイコール1オーバー2 c s c π over10 イコール1オーバー2 c s c 1 8セルクマイナス1イコール2 π10 イコール2 新 18, ディスプラスタイルファイハット、マイナス1イコール2新、パイオーバー10イコール2新。18, セルックマイナス1イコール2コサイン2パイ5イコール2コサイン72、ディスプラスタイルファイハット、マイナス1イコール2、コサイン2パイオーバー5イコール2コサイン72。セルック指数関数を使うと、次のように表すことができる。イコール E パイアイ 5E パイアイ5、ディスプラスタイル。 ファイイコールイーハット、パイアイオーバー5イーハット、パイアイオーバー5フィボナッチ数列の隣り合うに、項の比は黄金比に収束する。また、1、ファイ、ファイ2、ファイ3、ファイ4という等比数列を考えたとき、1、ファイイコールファイ2を利用すると、ファイイコールファイ、ファイ2イコールファイ1、ファイ3イコール2ファイ1、ファイ4イコール3ファイ2、ファイ5イコール5ファイ3。 ファイ6イコール8ファイ5となり、係数にフィボナッチ数列が出現する。フィボナッチ数列の大 N 項を FN とすると、ファイ N は次のようになる。ファイ N イコール FN ファイ FN-1 直径の比が1ディスプラスタイル、ファイ、SQRT、ファイ、1、ファイ、SQRT、ファイである3つの円が互いに外接するとき、その3つの円のすべてに外接する円を2つ描く。 ことができる。それらを合わせた5つの円の直径の比は、2、1、2、ディスプラスタイルハット、2、ファイ、SQRT、ファイ、1、ファイ、SQRT、ファイ、2である。黄金比で長さを分けることを黄金比分割、または黄金分割という、幾何学的には、正五角形や五芒星から容易に得ることができる。正五角形の一辺と対角線の比、 五芒星を構成する線分と頂点を結ぶ線分の比は黄金比となる。五芒星の線分の組み合わせから様々な規模での黄金比が生じることを平行線で表した図ジャック・ルイ・ダビットのデカミえ像。構図が安定して見えるのは婦人の横たわる姿が黄金比の長方形に収まるように構成されているからだという。 一六十一億八千三十三万九千八百八十七四十九億八千九百四十八万四千八百二十四十五億八千六百八十三万四千三百六十五六十三億八千百十七万七千二百三零九一七九八零五七六二十八億六千二百十三万五千四百四十八 62億2705万26462億8189万 2, 16, 2億 8, 89, 4九9 7億720万7248億9300 91万1 3 0 0 7十4億7540万8180753億8百6 8 9万17522億6633万8二6 2 2 2 3億5369万317931億8百6 7 6 6 7, 7 2億6300 14万4 3 3 3 8 9億8165万9 5 9 3 9 5億8 1 2 1 0万563832億26 0 161万3 1 9 9 2十8億2 9 0百2万6 7 0八派、18067508766八19億2 5 0百1万711696億2 0 7 万三千二百二十二十億四千三百二十一万六千二百六十九五十四億八千六百二十六万二千九百六十三十三億六千百四十四万三千八。 百十四九十七億五千派、百七十万千二百二十三十四億派、百五万八千派、百七十九五十四億四千五百四十七万四千九百二十四六十一億八千五百六十九万五千三百六十四八十六億四千四百四十九万二千四百 144億3 2 0百7万713449億47004万9565派、14億6700派、18万51098、1714億3394万422125億4400八17万706647億派、千0 9 1万 588460億7499万 88, 8871204億76万52170575179788304億1662万5620490 4億758万9千69九7十億4千万2千8百12十億4千2百7十六万2千百七。 七十七七十一億千七百七十七万八千五十三十五億三千百七十一万四千百一十七億四百六十六万六千五百九十九十四億六千六百九十七万九千八百七十三十七億六千百三十五万六千六七十億八千七百四十八万七百十 13億1795万236894億2 7七百五十2万1940派143億5 3 0百5万6700派1三3 0 0 2 2 8 7 8 5 6 9 9 7億派1九9 7万7 34, 8 3 4 7十派 4,500, 8, 1百8十八九2 2 0 8 9十1 0六9二百6 2 5 0 0 3 0九6 9 6 1 5 6億二2 5万4 64, 33, 8, 12, 43, 7, 7, 6 4 3十3億 ,8243 万 ,7,764、16,000,20,8万 ,3,800, 百三十一二十六億八千三百三十万三千七百二十四二十九億二千六。 175万263116十十億5300319三三万2471316十十億7111一一万2115818億1863万8 1 5 1十1億6203万8400 52 2, 5十二億二千二百十六万五千七百九十一二十八億六千六百七十五万二千九百四十六十四億九千六十八万千百三十一七十一 5993万4 3 59 7, 万 4, 8, 45, 4, 94, 76, 2 3 5 9億7349万49081509040947623億2229万810172億6107万5 9 6 1 6456万2、1 9 9十90、8億1629万5、百5 5 20億8、百5 2 4万79035、12億4060万2、1017、27億9974万7175、30 2> 4億2 7 7 7七万5千92778億6千2百56万1943三二0億8千2百75万5百1 3十2億千8百15万6千2百81551億2千2百20 四万8千九十三九十四億七千百二十三万四千百四十五十七億二百二十三万七千三百。 五十八零五七七二七八六一六零八六八八三八二九五十二億三千四十五万九千二百六十四七十八億七千0百一万七千0百八十九九十二億千九百九 1万二千七百七百七十六億九千三十八。万九千五百三十二十九億六千八。百十九万八千六百十五十四億三千七百八。四十万三千百四十九九十七億四千百十万六千九百二十六零八八六七四二九六二二十六億七千五百七十五万六千五十二三十 1億7277万75235億3613万9362 七千六百七十三万三十七六十四億五千五百六十万六千五十九億二千六十五万四十六六十七億五千五十五万九百四十億五十五万千八十九。黄金比は名刺をはじめ様々なカード類の重要比にも利用されることが多い。 ディスプレイのアスペクト比には、ワックスが、ワックスがなど、黄金比に近い8、5のものもある。最も簡単な作図方法は、下記の通り、正方形アブクドを描く、辺、BC の中点、o、を中心に、コンパスなどを用いて、線分を、またはオドを半径とした円を描く、2で描いた円と、辺、BC の延長線との交点を E とし、長方形アベフを描く。 この時の長方形アベフが黄金比となる。直径同士の比が黄金比となる二つの円につき、小さい円が大きい円の右端で外接している場合、両円の中心を通る直線を軸に対象な両、円に共通する2本の接線の交点と小さい円の右端との距離は大きい円の直径と等しくなっている。半径五の正円の右端に、半径一の正円が外接する場合、 両円の接点を通らない、両円への共通接線2本の交点と半径1の正円の右端との距離は黄金数そのものとなっている。辺の長さが1と2と2である三角形は60度の角を持つ。黄金比はパルテノン神殿やピラミッドといった歴史的建造物や美術品の中に見出すとされてきたが、これらは後付けの都市伝説であるものが含まれる。一方で、 意図的に黄金比を意識して創作した芸術家も数多い。長方形は縦と横との関係が黄金比になるとき安定した美観を与えるという説がある。これはグスタフ・フェヒナーの1867年の実験を論拠としている。しかし、フェヒナーの実験の解釈については肯定的もしくは否定的な様々な見解がある。1997年に 国際経験美学開始の黄金分割特集では、この実験結果を永遠に葬るものとする見解が掲載された。また類似の安定した日とされるものに、白銀比がある。自然界に存在する植物の葉脈や巻貝の断面図など対数螺旋ではないが黄金比の例として、たびたび挙げられる。工学分野では、自動車では、スポーツカーや黒缶、 セミトレーラー用トラクタや軽トラックのトレッドとホイールベースの関係が黄金比に近い。具体的には普通乗用車であれば1 5 0 0ト、mm、ル程度のトレッドに対しホイールベースが2 4 0 0ト、mm、ル前後とやや短い値となる。これはいずれの車種においても旋回性能が重要視されるためである。黄金比は美容外科にても用いられ体において測定から へそまでの長さと、へそから頭頂までの長さの比が黄金比であれば美しいとされることがある。また、顔面の構成要素である目、鼻、口などの長さや、感覚、細かな形態も黄金比に合致すれば美しいと宣伝などで歌われている。工事方程式 X51 イコール0を解く途中で黄金数が出現する。イコール 0X1 イコール0この後は、 X-1 イコール0と2つの二次方程式から5つの解を求めることができる。ありがとうございます。